カジアン、フジコのマージャントリビア。皆さんこんばんは。カジアン、フジコのマージャントリビアのお時間になりました。はい、メイン MC を務めます関西マグネットのフジコです。よろしくお願いします。はい、よろしく。そしてこの番組には必要不可欠。歩くマージャン博物館こと元マージャン博物館館長梶本拓則さんです。はい、どうも、今日もよろしくお願いします。マージャンのちょっとした知識を勉強していきたいと思います。はい、この番組はマージャンの素朴な疑問を梶本さんに解説していただく番組です。はい、では本日のお題はこちらです。じゃん。展望についてる点、何の意味があるの？何の意味、何の意味ですか。まあ、展望って単位があるわけじゃないですか。はい、その単位を表して、まあ、丸が1個、1000展望だったら1個とか、はい、100展望だったら黒い丸だとか。そうですね。はい、で、もともと展望の、まあ、元になっているのが、はい、長い棒があって、そこに点がついてて、それをくじで引くみたいな、ゲームから来てるんですけど、それ、まあ、2本引きまして絵柄があったら勝ちとか、うんはい、相手より数字が大きければ勝ちだとか、うんうん、そういうゲームで使われてたんですけど、はい、それを麻雀屋の勝ち負けのね、うん、支払い受け取りをやるのにチップとして使ったのが最初なんですよね。はい、でその時に使われてた図柄が、麻雀のマークでもあるし、うん、なんならピンズの図案の元にもなっているっていうことなんです。はい、まあ、ピンズの図案っていうのは、もともとお金、穴開きのお金なんですけど、サイコロの目とかね、サイコロの目、チーピンとかは、サイコロの4と3が合体したマークだとかっていう、うん、ああ、そうですね。はい、もあったりするんですけど、はい、まあ、そういった図案っていうのは結構古いゲームにいろいろ使われていました。まあ、全てのゲームの元がサイコロなんで、はい、そのサイコロの絵柄を元にした、その棒の先についてるマークだったり、はい、それを元にした展望だったりするんですよ。で、まあ、ほら、5000展望の点って、一応今ね、ほら、全自動集計できるから、色とかついてないかもしれないですけど、うん、昔の5000点望って赤かったんですよね。1000点望も赤だし、5000点も赤だし、はい、満点望はいろいろごちゃごちゃってついて黒と赤が入れ混じってる、はい、で100点望は丸がいっぱいあるけど黒いみたいな、はい、そこで価値の差を出したりとかしてたんですよ。はい、まあ、そういう色の違いも昔は、うん、その棒の中にもあったりしたんで、うん、それの習わしが展望に引き継がれたんじゃないかなというふうに思ってます。お、はい、そういうことですね。はい、はい、本日のお題の展望についてる点、あれは何なのっていうことですが、まあ、サイコロですとか、うん、昔のいろんなゲームを、はい、がデザイン、のデザインの元になってたということですかね。うん、はい、はい、本日はここまでです。皆さんはいかがでしたでしょうか。これでまた一つの麻雀雑学が増えましたね。今回はここまでです。またね。番組では麻雀の質問を募集しております。質問を動画コメント欄に書いてください。お願いします。